どうぞ。こんにちは。どうもこんにちは。どうぞどうぞ。失礼します。どうもお邪魔します。どうも。今日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、素晴らしい眺めのオフィスで。はい。秋元さんが今まで京都の大学とかでの副学長とか、今までの経験とか思いの中で子供たちには感じてもらいたいと思って今回参加をしてもらったんですか？どうやって夢を見るかだと思うんですよね、うん、で夢を見てるとその夢がある人っていうのはその夢に向かって頑張れるんだよね。だからでも夢一番多いのは夢が見つからないんですとか、まだ何をしていいかわからないとかっていうのをやっぱりこう一緒に夢を探したいなと思うんですよね、うん、多分ほとんどの人の夢っていうのがほんの小さなきっかけだと思うんですよね。夢ってその1ミリ先まで頑張った後に届くか届かないかっていう言葉があったじゃないですか、うん、あれが僕はすごく印象的だったんですけど、1ミリ先にあなたが全力で手を伸ばした1ミリ先に夢があるんですよっていうのは、1ミリも1キロ先も触れてないことには同じじゃないですか、はい、だからみんな1ミリと思えばもうちょっと頑張ろうと思えると、うん、でも1キロ先にあるんだと思うと手を下ろしちゃうと、うん、だから手を下ろすなってことを言いたいんだよね、うん、なかなかねその正解がない、生きるってことは正解がないから、はい、そのいろんなその選択肢があって、そのいろんな選択肢を一緒に考えてその中でどれが自分に合ってるかっていうことを学んでほしいなと思うんですよね。そういった学校にこの応援団が参加をして、前例ない環境には前例ない教育をと、そういった思いをみんなが今共有してるんで、うん、これからその具体的なカリキュラム作りも責任編集という形も実りある形になるように頑張っていきますんで、よろしくお願いします。